c f ッ p メソッドは、ルービックキューブの解放の一つ。解放の各工程であるクロス、回2リットル、オール、PLL の各頭文字を取ってそう呼ばれる。別名フリドリックメソッド。現在ルービックキューブのスピード解放として最も広く用いられている解放である。c f ッ p メソッドは、ルービックキューブの基礎的解放である、レイヤーバイレイヤーを元に発展させたものである。 別名フリドリックメソッドと呼ばれるため、ジェシカ・フリドリックが考案した解放であると、よく勘違いされるが、各工程を考案したのはそれぞれ別の人物であり、ジェシカ・フリドリックが言ったのは主による、PLL のアルゴリズムの開発、及びスピードキューブレーメキである1997年に、CFAP の前手順をまとめ、ウェブサイトに公開したことである。 当時多くの人が彼女のウェブサイトを見てその解放を習得したことからフリトリックメソッドと呼ばれるようになった。最初の工程であるクロスは1980年にデビット・シンマスターが考案したレイヤーバイレイヤーのものがそのまま用いられる。カイ・2リットルは1982年の世界大会時にはすでにグスラズ・手術が用いており、彼によると 1981年にルネシュフが考案したものとされる。オル・ PLL は1980年代にハンス・ドクホーンとアヌケ・トリップが提案したもので、その後、ジェシカ・フリドリックが多くのアルゴリズムを開発した。このような歴史から2008年頃にはシエファップメソッドをフリドリックメソッドと呼ぶことを否定する動きもあり、現在は CFAP メソッドという呼び方が主流である。CFAP では、以下の流れに従って6面を完成させる。各パーツの名称については、ルービックキューブを参照。クロス1層目のエッジを揃える。4つのエッジが揃った状態がクロスの形になるため、クロスと呼ばれる。ルービックキューブでは、各面のセンターのパーツは移動しないため、クロスの側面と、 各センターの色が合っている必要がある。この工程はレイヤーバイレイヤーと同様である。公式大会のルールでは解き始める前に15秒間キューブを見る時間が与えられるが c f アップメソッドで解く場合この時間でクロスを揃える手順を読むことが多い。トップレベルになるとさらに回2リットルの一つ目までや後日の X クロスまでを読む。 初心者が行う場合普通上面にクロスを作り、そのクロスを仮面になるよう持ち替えてから次の工程の F2 リットルに入るが、スピードを求める場合、持ち替えをなくし、また次の F2 リットルの先読みを行うために、最初から仮面にクロスを作る。このテクニックのことを D 面クロスと呼ぶ。2リットルレイヤーバイレイヤーでは、クロスの後、1層目を完成させその後2層目を、 完成させるが、位2リットルでは、この1層目と2層目を同時に揃える。クロスの間の4つのエッジとコーナーのペアをスロットと呼び、この4つのスロットにペアのパーツを入れていくため、ファーストペア、セカンドペア、サードペア、ホースペアなどと呼ぶ。基本手順は41パターンであるが、まだ入っていないスロットを利用したり持っている、裏側のスロットを揃えたりするパターンもあるため、 応用パターンを含めるとその数は膨大である。最終層上面の色を揃える。最終層すべてのエッジコーナーの向きを正しく直すことから、オリエンテーションオブザラストレイヤーと呼ばれる。パターン数は全部で57。簡易的に行う場合は、エッジの向きを揃えてから、コーナーの向きを揃えるという二段階を踏んで行い、これをニルックオルと呼ぶ。最終層の場所を揃える。 最終層すべてのエッジコーナーの場所を正しく直すことからパーミティションオブザラストレイヤーと呼ばれるパターン数は全部で21簡易的に行う場合はコーナーの場所を揃えてからエッジの場所を揃えるという2段階を踏んで行いこれをニルク p l l と呼ぶ日本では2001年に内地市が公開したルービックキューブ20秒完成法の中で PLL それぞれに1から21の番号をつけて手順を紹介していたことから長らくない土の頭文字から取った N を頭につけた N1N21 の番号でそれぞれのパターンを読んでいた2012年に ROUDAI.net で世界的に標準で用いられているパーツの動きをアルファベットに見立てた a パーマ u パーマといった呼び方がまとめられ公開されたことから 日本でもその呼び方が定着するようになった。CFAP の基本テクニックは蒸気の通りクロス、回2リットル、オール、PLL の4ステップであり、これらそれぞれの工程のことをサブステップと呼ぶ。近年ではさらに、例えばオールをしながら、PLL の一部を揃えたり、意図的にオールをスキップさせるといったより、発展的なサブステップが開発されている。 エクステンデッドクロスを省略して読んだ呼び方。クロスを作成する際に、スクランブル状態からできている、エッジコーナーのペアブロックや、ブロックビルディングを用いて、下2リットルの1つ目までを揃えることを言う。また、F2 リットルの2つ目までをクロスと一緒に揃えることを、ダブル X クロス、3つ目まで揃えることを、トリプル X クロスと呼ぶが、これらは滅多に起きない。 回2リットルが3つまで埋まり、最後のスロットに入れるエッジとコーナーがすでにペアになっており、かつ上面のエッジ向きがすべて正しい時にオルをスキップさせる手順。パターン数は全部で27。ルーカス・ウィンターが開発したことより、ウィンターバリエーションと呼ばれる。また、蒸気条件の内エッジとコーナーがペアではなく行って離れた状態にある場合の手順を、これと対比して、 サマーバリエーションと呼ぶ。ウィンターバリエーションの条件の中からエッジ向きの条件をなくした手順。パターン数は全部で216。マッツボークが開発したことからボークラストスロットと呼ばれる。上面のエッジ向きが揃っている状態からコーナーの向きと場所を同時に揃えるサブステップ。パターン数は全部で40。これを行うことで PLL では 全21パターン中エッジ交換のみの4パターンしか出現しなくなり、PLL がスキップする確率は通常のオルの6倍になる。コルではオルのエッジ向きが揃っている状態からという条件で、あるがエッジ向きに関わらずすべてのオルからエッジコーナーの向きとコーナーの場所を同時に揃えるサブステップ。パターン数は全部で331。コルと同様。 PLL は4パターンしか出現せず、PLL スキップの確率は6倍になる。オルのエッジの向きが揃っている状態から、コーナーの向きとエッジコーナーすべての場所を同時に揃える、サブステップ。パターン数は全部で493。必ず、PLL をスキップさせられる手順と言える。ZBLL では、オルのエッジ向きが揃っているという条件であるが、 エッジ向きに関わらずすべてのオールから、エッジコーナーすべての場所を同時に揃えるサブステップ。パターン数は対象なものや逆回しのものを同一と見た場合でも1211パターン。それらを別のものとした場合3915パターン。必ず PLL をスキップさせられる手順と言える。ありがとうございます。